ミエシュコ一世は、ラチブシュコ、初代チェシンコ。オポーレラチブシュコーブアディスワフの長男、母は、ビエルコポルスカコーブアディスワフド土日の娘エフェミア。ミエシュコ一世の幼年期については、よくわかっていない。資料において初めてその名前が出てくるのは1258年10月21日、父及び二人の弟たちと共に、ルディの町に、 死党会の修道院を建てることに同意した時のことである。1282年に父が死ぬと分裂期のポーランドの監修に従って、ミエシコ一世は弟たちと共にオポーレ・ラチブシュ、広告を分割相続した。ミエシコ一世は、マッテー、プシェミスワフと共に、ラチブシュ地域の統治者となった。他の二人の弟、カジミエシュ・トボルコは、オポーレの支配者となった。 プシェミスワーフは未成年だったため、ミエシュコ一世は1284年まで単独で、広告を統治した。1285年、ミエシュコ一世は、ブロツワフ司教トマシュ二世ザレンバとブロツワフ公、ヘンリク四世の争いにおいて、前者を支援し、ラチブシュに司教をかくまった。ミエシュコ一世のヘンリク四世に対する敵対政策は、 ヘンリク4世がミエシコの妹、コンスタンツィアを離縁して、オポーレに追い返したことで、さらに強固なものになった。この政治姿勢は1287年のヘンリク4世による、ラチブシュへの軍事遠征と同志の包囲という事態を招き、ミエシコ1世は司教に対する支援政策を放棄させられた。1290年、 ラチブシュ広告は二人の統治者の間で分割されることになった。プシェミスワフはラチブシュを領し、ミエシュコ一世はチェシン、オシフィエンチム及びザトルの支配者となった。ミエシュコ一世は1290年1月1日、チェシン公として初めて署名した。国内政策においては、ミエシコ一世は精力的な統治者であり、 徹底した入植政策を採用して多くの入植地を建設した。彼はチェシン、オシフィエンチム、ビエルスコ、スコチュフ及び古いスタートなどに都市としての特権を与えた。1292年11月10日にはザトルにも同様の措置が取られている。ヤンラシュカによるミエシコ一世の彫像、チェシンミエシコ一世はヘンリク4世、プシェミス2世。 ブアディスワフ一世といったクラクフ行為を獲得して、ポーランド大公を名乗った諸公を支援するのを拒み続け、ボヘミア王バーツラフ二世に味方していた。1291年1月17日、ミエシュコ一世と弟のカジミエシュ、プシェミスワフは、オロモーツでボヘミアとの公式の同盟に調印した。時期に関しては、論争があるが、ミエシュコ一世は、最終的に、 ボヘミア王に侵入した。これに関して多くの歴史家は1292年8月11日の出来事だったと考えている。ミエシュコ一世はバーツラフ二世の同盟者でありながら1292年のブワディスワフ一世に対するボヘミア軍の遠征には参加していなかった。しかし、ミエシュコ一世は自分の軍勢をボヘミア王の裁量権に委ねており、 後にシェビエシュの戦いには参加しており、1300年のグニエズノにおけるバーツラフ2世のポーランド王としての戴冠式にも出席している。1305年にバーツラフ2世が没した後もその維持で後継者のバーツラフ3世を支持していた。1305年10月5日、ミエシュコ1世は娘のビオラエルジュビエタが バーツラフ三世の王妃となる栄誉に恵まれた。ミエシコ一世は、この結婚で、ボヘミアの最有力の政治家となれる機会を手にし、この頃から、ポーランド王の地位を望むようになった。しかし、翌1306年8月4日に、バーツラフ三世が突然暗殺されたことで、ミエシコ一世の野心は、ついえることになった。ビオラ・エルジュビエタは子供を宿してはおらず、 フシェミスル朝は断絶した。1306年以後、ミエシコ一世にはほとんど目立った政治活動がない。まだ50歳頃であったにしては早すぎる隠居であるが、何が原因なのかはよくわからない。広告の実験は徐々に二人の息子ブアディスワフ一世とカジミエシュ一世に移っていった。この時期、ミエシコ一世の目立った政治活動といえば、 ブワディスワフ一世のビエル・コポルスカ支配に猛反対していたクラークフ司教やムスタカにボヘミア人の都市ケンティを対応したことくらいである。ミエシュコ一世は教会に対して寛容なことで知られていた。ミエシュコ一世の尽力によりオシフィエンチムのドミニコ会女子修道院は完成した。また、オッポーレ近郊のチャルノボンスイの修道院やチェシンのドミニコ会修道院に 財政援助を行った。三重コ一世の正確な死亡日はわからない。外交資料によれば、彼は1314年、ないし1315年の上半期、6月27日以前に、亡くなった。1931年、ポーランドの画家、彫刻家であるヤンラシュカは、三重コ一世の彫像を制作した。これは、現在、チェシンに置かれている。 いくつかの資料によれば、名前がわからない、三重子一世の妻は1303年頃に死んだ。ブロツワフの聖ビンツェンティ教会の死亡記録には、オポーレ皇妃、グジミスワバが1286年9月13日頃に埋葬されたことが記されている。このグジミスワバの羊はよくわからないが、名前から、おそらくルーシ出身であり、流陸長の一員だったと思われる。 彼女の称号は、彼女が、三重子一世の、あるいは、三重子一世の弟ボルコ一世の最初の、あるいは全く別の人物の妻だった可能性を示唆している。結婚の時期は正確にはわからないが、子供たちの出生時期から推測して、おそらく1275年から1280年の間だったと思われる。 夫妻は三人の子供を設けた。ブワディスワフ一世、カジミエシュ一世、ビオラエルジュビエタ1305年、ボヘミア王権ポーランドオバーツラフ三世と結婚、ペトル一世、ズ・ロジュンベルクと再婚。ありがとうございます。